はい、始まりました。水色赤の秋人です。水色赤のみちるです。はい。というわけでね、ちょっと今ね、俺ね、喉がイガイガするけん、喉飴舐めながら喋りよるけん、うん、なんかカラカラ言うかもしれん。いいよ。うん。カラカラ言っても。うん。ね、今回はね、うん、もう、なんだったっけ、手塚治虫の、火の鳥の、最後、うん、太陽編の後半。そうやな、うん。太陽編がちょっと長いもので、うん。うん、漫画にしたら、火の鳥、太陽編。火の鳥っていうのは手塚治虫が書いた漫画なんだけど、うん、この太陽編はな、3巻もまたがった超大作なんよな。うん、で、今回は2回に分けようと思って、うん、分けとりまっせ。で、聞いてない人は前半を聞いてください。うん。うんね、うん、まあまあまあただストーリーを言っとるだけでもあるんだけども、うんうん、でもまあ懐かしいなと思いながら聞いてくれてもええし、うん、そんなお話なのかと思ってくれてもええし、この後読んでみようって思ってくれてもええし、うんうん、とにかく超絶おすすめな、うん、おすすめな、うん、漫画じゃけんな、うんうん、太陽編、うん、まあ前回聞いてくれた人はどこで終わっとるかって言ったら、どこで終わったっけ？あのね、うん、クダラから日本に渡ってきた、クダラ。クダラって朝鮮半島のね、うん、飛鳥時代に渡ってきた、うん、ハリマっていう男が、うん、狼のお面かぶっとんだけど、うん、これが、うん、日本の琵琶湖のあたりの、うん、犬神郡って本当にあるんだけど、うん、の豪族になりまして、うん、そして、その時の天皇、中野大江の王子とか、うん、いわゆる仏教勢力、うん、と戦いながら、うん、さてどうなるでしょうね、うん、っていう飛鳥時代編、うん、と未来編のスグルっていう殺し屋が、うん、敵対する光っていう宗教団体のグループに捕まって、うん、地下で光教になるように洗脳を受けさせられる、うん、というところで終わったんか、うん、まあさっき言ったけど、うん、この太陽編っていうのは、うん、もう宗教戦争なんよな。そうそうそう、うん、それを重きに置いとる。で、うん、今までの手塚治虫の火の鳥シリーズって、うん、最初に過去の話があって、うん、次に未来の話があって、また過去の話があって未来の話があって、この今図に出てると思うけど、うん、こんな感じで進んできよったんだけど、うん、この太陽編は太陽編の中でも1300年の過去と未来の話が入っとんよな、うんうんうん、でもつながりがあるんよこれはな、うんうん、夢に出てくる未来の人、うん、夢に出てくる過去の人、うん、これは一体どういうつながりがあるのか、うんうん、まあ、俺はそこをね楽しみにねずっと見よった。そうなんじゃん、うんうん、だってそんなあの復活編で、うん、あそこまでのことをやったけんさ、うん、あのロビタと千尋みたいなのとかのさ、うん、びっくりするぐらいのサスペンスだったよ。ミステリーか、うん、なんでこれとこれが繋がるみたいな、うん、なぜこのロビタとの集団自殺と、うん、この、人間がロボットに見えるようになった男が繋がるんやっていうのが最後に繋がるっていうミステリーになっとったわけや。ロボットと人間のハイブリッドみたいなのができたんだ、うん、そうそうそう、うん、それが分からんかったところが面白かったんだよ最後まで、うん、なるほどね。だから今回もこの、うん、犬神のスクネっていう飛鳥時代の豪族と、うんうん、未来の光と戦いよる、うん、スグル、うん、シャドウのスグルな、がどうつながんの、うん、どうつながんのって思いながら読んでますよ、うんうん、なるほどね、うん、じゃあ前回の続きいってみよう。はい。そしてですよ、ここね、あの飛鳥編、うん、飛鳥時代編はね、うん、ほんまにね歴史書通りなの、うんうん、だからこう説明が難しいというか、うん、とにかく犬神の宿根っていうのは、うん、仏教も悪うないかもしれんけども、うん、そもそも日本に古来からおった神様たちが肩に狭い思いしとるし、うん、まあ、追いやられよる、殺されよる、この漫画の描写で言うと、うん、よくないよね、うん、じゃあ俺この古くからおる神様たちを守るために戦うわ、うん、ってなって戦うわけ、うん、
で、仏教勢力、その時の天皇、中野大江の王子、うん、っていうのがどん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 、こう、おい、犬神お前何しようなって圧力かけてきたり、うん、攻め込んできたりする、うん。で、この辺の話とかもうまいことこう歴史に絡めてある。絡めてあったんだ。うん、うん。綺麗にね。うん。違います?絡まっとった。うん。うん。もっと話していい?いいよ。で、この中でよ。中野大江の王子の息子が次に即位する、うん、天皇に、うん、で中野大江の王子の弟っていうのは、うん、この中野大江の王子に殺されるっていう危険を感じて、うん、本当は信仰もしてない、うん、仏門に入る、うん、まあ、俺も、ね、そんな権力いらんけん、うん、寺行くわ言うて、うん、そして難なく一命を取り留める、うん、なんだけど、この中野大江の王子が、さらに策略を張り巡らせて、うん、もう寺に入った弟を、もっといじめたれみたいな、風になっとるわけ、うん。で、その中野大江の王子の弟、後の天武天皇、なんだけど、うん、なんて言ったかな、大天の王子、みたいな名前だったかな。うん、この大天の、王子。もう違っとったらもうテロップ出しても。うん、大天の王子っていうのが、うん、自分たちの部下を引き連れて、うん、もう我慢ならんみたいな感じで挙兵する。うん、そして、中野大江の王子の息子と、中野大江の王子の弟っていうこの身内同士の争いが始まるわけ。そこに、犬神の宿根、つまりハリマ主人公とスピリチュアルクソババアも巻き込まれていくっていうのが主なストーリーです。うん、そうだね、うんうん。終わりです。いや、これを説明し出すと、すっごい細かいんよ、うん。ここで大江の王子かな、ここで大天の王子かなとかっていう話になってしまうけん、うん、これをやってしまうと、うん、漫画のやつ言ってよ。え、だから今言ったんだけど。もう終わったの?うん、終わった。そうなんだ。だからそれで、その中で未来編よ、未来編。うん。未来編では、洗脳を受け取る、うん。なんだっけ、スグルか。うん。スグルが狼の仮面を被せられて、狼のその仮面の中で、うん、すごいテープレコーダーみたいな声がずーっと聞こえるみたいな。うん。進行を、どうのこうのせいみたいな。四六時中、うん。だっけあれ、スピードランニングみたいなもんだろ?うん、スピードラーニングな。ラーニングっていうの?うん。寝とるときにこれをつけとって、まあずっとつけとったら、うん、いつの間にか、英語が喋れるようになるよ、みたいな。うんうん。そんな機械をつけさせられて、狼の、うん。お面みたいな。うん。だから俺、ここで狼のお面被せられとるけん。うん。もしかして、と思ったよ、うん。もしかして、この犬神のスクネ、うん、狼の皮、が剥がれんくなった、うん、と関係があるんかなと思ったんや、うん、思わんかった思ったよ、うん、思ったし、まあ見てるはもう生まれ変わりだなと思っとったよ、うん、いや生まれ変わりだなっていうのはもちろんそうなんだけど、うん、なぜこの光教団が、うん、その洗脳するアイテムとして狼の仮面をかぶせてるのかって考えんかった、うん、考えんかったいやそれが俺はこの光教団っていうのの元っていうのが、うん、この犬神の宿根なんじゃないんかと思ったんやそうなんじゃ。逆に逆というか、そうだろうなと思ったんよ。うん。全然そんなことなかった。うん。繋がりなかった。全然繋がってなかった。そうだじゃん。なんでなんここ知っとる人おらんのかななぜあれが狼の、洗脳する機械が狼の顔だったんだろう。なんかね、いろいろね、前半の時に飛ばしたと思うんですけど、うん。スグルが、未来のこのシャドウのスグルが、うん。この火の鳥の、シンボル、ご神体みたいなのを奪いに行く途中で、うん、まあ、いろんな人と戦ったり、うん、いろんな人を殺したりとかするわけよね。うん、その中で女の子と出会いませんでしたか?出会った女の子と、うん。うん。その子は名前何でしたか?見るもでポン。見るもでポン違う?知らんのよ。知らんの?うん。よどみ。よどみ。うん。うん、このね、よどみっていう女の子、と途中戦ったんよ、うん、でこのよどみっていう女の子から、うん、こう光の軍団だったんだけど、うん、からこう服とかを奪ったりして殺さんかったよね殺さずに
お前俺より年下だから殺さねえよみたいな過去にな、うんうん、そういう経験があったな、うんうん、でそこで洗脳施設で、うん、でこう俺は洗脳されねえぞって言ってうまいことね、うん、やるんよこいつ、うん、誰だってすぐる、うん、うまいことやって、うん、まあ普通に強制施設で生きていきよったらある女の子に喧嘩を売られたんよ、うん、でその女の子が喧嘩になって喧嘩になった人同士は強制殺し合いが始まるんよな、はいはいはい、うん、上の人に言われるんよ、お前ら殺し合いせえって、うん、お前ら暴れたんじゃけん、うん、見せ物みたいな感じで、うん、でこのお互いが狼のマスクを取ったら、うん、過去に会ったことがある女の子だったんじゃが、よどみだったんか、そう、それが、うん、でよどみっていうのは過去に命を助けてあげたんじゃけど、うん、よどみにお前服を貸せって言ったんよな、うん、でよどみは恥ずかしめられた、お前のことは一生許さんって思っとる女の子だったんよ、うん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 、その子とたまたまこの強制施設で会ったんよな、うんうん、で殺し合いをすることになったんで、うん、そうだったでしょ、覚えてない、そうだった、うん、そうだったんだ、でそれで、うん、勝っちゃうのよスグル、うん、あの心臓かなんか突き刺して、そうだって自分が殺されるか相手を殺すかじゃけんな、うん、そうそう、うん、でもなんか戦いながらなんか好きになっちゃったとか言ったけどな、うん、なこいつってむしろも思った、うん、好きになりそうだぜみたいな、うんうん、なんで殺し合いしょるのに好きになったかなと思ったけど、うんうん、まあそういうもんなんじゃない、死って、そうかそうか、あ、うん、死のドキドキ感と恋愛のドキドキ感が一緒になるみたいなやつか、うんうん、まあでも実はそうじゃなかったけどな、まあね、うん、でもその時はそう思った、うん、でそれで刺し殺すんだけど、うん、よどみなんと傷が塞がって生き返ります、うん、でそれを生き返った、それを見たスグルが、うん、火のこれが火の鳥の力みたいになるわけ、うんうん、あ、この子は火の鳥の血を飲んどんだ、うん、どこかで、うん、だから生き返ったんだ、うん、っていうのね、うん、でどうなるこれ、でこれを利用して、うん、この施設から出ようと思うよ、はいはい、あ、そうだそうだ、でそれでその周りの囚人たち全員に、うん、この子は火の鳥の生き血を飲んどるぞと、うん、あの光っていうのは全員偽物や、うん、この子が本物や、うん、だから俺たちは、うん、なんていうかな、あの騙されて、うん、こう閉じ込められとる、うん、暴動を起こして光ぶっ潰してやろうぜ、うん、これからはこの女が火の鳥の化身やみたいな感じで言って消しかけるんよみんなを、うん、そしたら暴動が起こる、うん、でうまいこと逃げることができるみんな、うん、そう、そんな話になっとった、うん、わーってなってな、うん、うん、でも逃げる途中で確かによどみ捕まるけどな、うん、捕まっちゃった、よどみ捕まってこのなんだったっけ、スグルか、スグルを逃がすために、うん、なぜかよどみも好きってなって、うん、でスグルを逃がすために自分は捕まって、スグルは逃げてシャドウの施設まで帰れるわけ、うん、あのサルタのクソジジイのとこに、うん、そう、でここで一個分かったのはな、うん、シャドウのボス、うん、サルタ、うん、光のボス、うん、光教のね、光教のボスが、うんうん、義理の兄弟だったことが分かるんよな、サルタと、うん、うん、義理だったっけ、じゃあおじさんと、うん、おいっ子、あ、おじさんとおいっ子か、うん、うん、うん、そういう間からだったんよな、うん、実はつまり、うん、家族間で戦争しようんよ、うん、でこの家族間で宗教戦争をしとるっていうのが、うん、つまりそのさっきの飛鳥時代の、うん、播磨の時代の話でいうところの、うん、中大兄皇子の息子と、うん、弟中大兄皇子の、うん、つまりおいっ子と、これもおじさんなんよ、うん、そうやな、が喧嘩というか宗教戦争しよる、うん、これと全く同じ構図だったっていうお話なのよ、うん、でその過去の話では、うん、あのお父さんが死んで息子に継がしただろ、うん、今そういうこと、うん、そうよ、あ、そっか、うん、そこと戦いよんよ、うん、で一緒なんじゃない、一緒なんよ、うん、つまり宗教って政治利用されるんだっていうのがこういうとこなんよねっていう、家族でも殺し合いさせるような、でこの中の話の中でも出てくるけど、宗教それぞれの宗教自体がすごくいいこと言うんだと、間違ってない、正しいんだと、ただそれを利用するやつがすげえ悪いんだみたいな、そういうのばっかりをやたら入れてくるわ、そういう話だ。でも
ランス編でも言ったけど、うん、あ、ランス編じゃないわ。法王編でも言ったけど、うん、宗教を政治に利用してくるって言ったが、うん。だから、うん、もう手塚治虫は、それが大嫌いだったんだろうなってみちろん思った、うんうんうん。宗教って、本当は正しいもんなのに、うん、なんか、おかみさんが、うん、お上さんが、うん、偉い人が、うん、その宗教を利用して、うん、なんか、そういうのが大嫌いだったんだろうなっていうのがもうめちゃくちゃ伺えたね。そうだな。うん。でな、うん、もうものすごく、うん、まあ、仏教が恐ろしいもの、うん、として書かれとったんよな。うん、この、太陽編では。うん、でな、うん、途中でな、うん、仏教の神様たちとか出てくるんで。うん、で、仏教の神様たちは日本の古神道っていうの、うん、古い神様たちを、すごく潰そうとするんよ、うん。ここの土地を明け渡せって言って、うん、神たちの話にもなるんよな。うん、まあ多分これは盛り上がりを見せるために、神と仏の戦いみたいなのも、あえて描いたというか、うん、その方が面白いじゃんみたいな。霊界戦争みたいなね。うんうん、だからみちらびっくりしたんよ。手塚治虫って、どっちかと言ったら仏教が好きだったというか、ブッダとか書いたりとか、法王編でも、仏教を、良いものとして。うん、だから、ガ王は、うん、どうしようもねえ男だったけど、ガ王は仏教に触れて心が、をやり直したみたいな、うん。そうだな、うん。だから間違っとるものではないはずなのよっていう。うん、なのに今回はすごく仏教を恐ろしいものみたいに書いたけんびっくりしたんよ。うんうん、しかしな、うん、途中でな、うん、狼の仮面をかぶった、仮面じゃないな、狼の皮を貼り付けられた犬神が見たものが太陽だったんよ。ほう、そんなシーンあったか。太陽神だったんよ。なぜかここには仏教のその神様たちも攻撃をできんのよ。で、まあこう見たら、周りを見たら石とかに、こう、マークとか書いてあって、そこを目指すところを見たら太陽があったんよ。はい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 。あったな、うん。で、そこをちょっと目指して登っていったら、火の鳥がおったんよ。はい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 。でな、これはな、本当にいろんな国の人が言おる話なんだと思うけど、太陽を神として崇めてる国っていっぱいおったんやな。まあ、日本もそうだったんだって。うん。うん、そうだね。だし、エジプトとか、まあ、どこの国も、やっぱり太陽を神として、あれがないと作物も育たんし、まあ、この日の光が、目も見えん、真っ暗だったら目も見えんが、電気とかないけんな。でも太陽が上がると、電気の代わりになるわな。で、あと、あったかくもなるわ、体が。だから本当に電気みたいなもん、今で言う、太陽って。だから太陽を神として崇めとった世界中の人たちが、そうね、うん、でそこで火の鳥はこう言うわ、うん、犬神にこう言うよ、いろんな映像を見せて未来の、うん、ここはあなたの生きている世界から千年余り後の世界です、うん、この世界にも、光族とシャドウという二つの信仰の激しい戦いがありました、うん、でも私は人間たちが自然に解決するのをじっと見ていただけ、そう、むごたらしい戦いでした、宗教戦争はいつもむごいのですって、でここもう、もうすごいね、やっぱそうなんでしょうね、っていう、宗教を利用した戦争なんよね結局、でこの火の鳥っていう物語には、未来も過去も現在もない全てが同時に存在しているんだと、だからこの火の鳥っていうのは未来の話も過去のようにするし、過去の話も未来のようにするわけ、人間というのは何百年何千年経ってもどこかでいつも宗教のむごい争いを起こすんです、キリがないのです、止めようがないのですと、これがほんまに今だってやっとるやん、今だって宗教を建前にやってる、あれ全部建前だけん、ほんまにあのどこ、まあ、どこどこの国とか言わんけども、政治も宗教を利用して、あれも建前じゃん。こう、道徳の教科書をさ、先生が、こう、
生徒たちに教えて、生徒たちは、これが本当なんだって言って、うん、こう学びよる後ろで、うん、大人たちは悪いことばっかしてますよって。うん、ね、話聞こうかって、追っ立ててますよ、あれね。怖いこと言うな、うん。いや、それが世界や。そんなことないわ。っていうことを手塚先生言うんよ。女の子に。手についてないもん。ええ、あの、な、ちょっと男がさ、相談し、聞きますよって男がさ、可愛い女の子が悩んだったら、気持ち悪いこと言うな、もう。え、みちる教えてくれたんや。でも言うな、世界で。そうな。気持ち悪いけん。これが世界だっていうことや。うん。うん、まあね。うん。そうかな。本気で思ってる人もおるよ。いや、おるよ。だからその本気で思ってる人を利用するのがこの宗教戦争なわけですよ。うん、だから、宗教を利用するな。そうね。で、火の鳥はちゃんとこうやって答えとるよ、うん。宗教とか人の信仰ってね、みんな人間が作ったものなんですよって。そう。これな、手塚治虫も本人も言っとんよ。うん、あの、どっかの公園みたいなやつで、うんうん。うん。人が作ったもんよって。うん。だからそう、神様が現れて、うん、私を崇めよって言ったことなんて一度もないっていう、うん。うん。勝手にお前らが作った自分の都合のええようにっていうのが、やっぱりこの一個の軸よね。うんでもこの太陽編の火の鳥の中では、うんうん、仏教がそう言うとったよな。うん。言うとったっけ？仏教の鬼みたいなやつだ、誰が。うん。私たちはお前たちが作り出したんだ、みたいな。作り出したんだじゃないけど、うん、追い出しとったかん。違う神を、うんうん。日本にもともとおる神を。うん。だから怖かった、みちる。うん。そういう風に人間は見えとるってことなんかな、うん、これなんかあれよな、妖怪とかの話でもそんなんなかったっけ、うん、人間が信じなくなったり見えなくなったら妖怪なんてものは消えるんだっていう、うん、で信じていたり、うん、そういうのがいたらいいよねって人間が常に思っていれば妖怪はすぐそこにいるみたいな。じゃあ人間の妄想みたいなもんってこと、まあいいや、うん、まあ、具現化してしまっとるってこと、まあそうなんかもしれん、それはもう人によると思う、うん、なんか怖かったね、見てる。うん、でね、あとね、うん、歴史書をちゃんと手塚先生に完璧に読んで、うん、で、完璧にこの漫画の中に、こう、整合性が取れるように落とし込んどって、うん、なんで俺この時代をわざわざ選んだんかなと思ったら、うん、素晴らしいって思ったのが、うん、この、中野大江の王子の弟、うん。この人もね、後にね、天皇になる人なんだけど、うんこの人が、実は日本で初めて自分のことを天皇って言い出した人らしい。そうなんだ、うん。うん。だからここを使ったんだろうなっていう。うん。つまり天皇、私は神の子孫ですよって言い出したのがここからなのよ。ああ、じゃあ今までは和の国だったのに、和国だったのに。日本って名乗り出すの。うん。うんうん、頭がええ人だったんだろうな。そうそう。うん、自分は、反逆者じゃないですよ。うん、だって仏門に入りますよって言って。うん、そう。本当は仏教なんて好きじゃないけど、うん、お兄ちゃんの好きな仏門に私は入りますよ、うん、だから殺さないでくださいねって言って、うん、仏門に入って、うん、その後じわじわと、うん、チャンスを伺ってね、うん、反逆を起こして、うん、そして日本を支配する、うん、して自分が私は神の子や、うん、みたいな天皇ですみたいな、うん、私は我が武運を太陽神に託す、うん、私が即位の暁には火の神を崇めこれを信仰として盛大な祭りを行うみたいな、うん、つまりアマテラスの大御神をこの人が言ったことによって、うん崇めるようになったそして私たちはその子孫であると、うん、そして私はその火の神の御子となるんだ子供になるんだと、うん、そして我が国を火の本日本と名付けようっていうと、うん、怖いね、うん、でこれがほんまにその歴史書にも書かれてるそうなんだ、うん。まあ歴史書が正しいかどうかは別よ。もう古すぎるけん。うん、うまい、まあね、うまいこと絡めてきたねっていう。うまいことから、いやこれ、うん、もうみちろはな、うん、初めから言ってるけど、うん、手塚治虫の火の鳥は、うん、みちろ歴史書だと思ってるもん。はいはいはい。全部が本物のことなんじゃないかなって思ってしまうぐらい、うん、うまいんよな。うん。うん。うまかったこれは。で過去も、うん、そんだけうまいんじゃけん。うん、未来も。うん当たっとんじゃないのって思ってしまうよ。本当にこうなるんじゃないの人類ってって思ってしまうよ。うん、まあ21世紀今じゃけど、うん、光とシャドウの戦いこそなければ、そうじゃない、ないけども、やっぱ似たようなもん、似たような小競り合いはやっぱ常に起こっとる。うん。うん、そうなんじゃ、うん。うん。そうじゃね。
その宗教を政治利用して戦いよる国がいっぱいおるわけだけ、うん、未だに、うん、だから間違ってないよね、合ってるよ、まあね、うん、でもなんかな、うん、このなんて言うんだろう、うん、ちょっとの時は違うかもしれんけど、うん、手塚治虫って占いジジイなんじゃないのって思ってしまう。スピーチュアルクソジジイ。うん、なんかうまい、うまいというか当たっとるみたいな、うん、ほんまにそうなっとるとかな、うん、で、なみちゃん鉄腕アトムを見たことがないけん、うん、あれ原子力ロボットみたいなやつ、うん、よくわからんけど、うん、それを見たことないけんよくわからんけど、うん、まあでもな、すごくわかる、気持ちがわかるって思ってしまう、うんうん、うん。ちょっと今、見てるの見た感情になってしまって。いや、いいよいいよ。だって、そういうチャンネルじゃん。うん。そのストーリー説明してくれるとか、もっとうまいとこはいっぱいあるんだけん。まあね。うん、あ、そうじゃな。ストーリー説明は文章で見て、うん、もっとうまい人がやっとるやつの方が、わかりやすいかもしれんな。うん。うん、でも、この後のことはちょっと言わねえの。いや、こっからもう、最終にどん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 っていく予定なんですけど。うん。その前に休憩入れる？おはようございます。こんにちは。こんばんは。突然なのですが、YouTube のチャンネル登録、よろしくお願いいたします。いいねボタンも押してもらえたら嬉しいです。Twitter、かっこゲー X もやっています。ID はこちら。Instagram こちら。今年は、ツイキャスも始めるかもしれませんので、サポートと通知をよろしくお願いいたします。それでは皆さん、良い一日を。まあそれで、大天の王子に、アスカ編ね、うん、大天の王子についとる犬神のスクネと、うんうん、中野大江の王子の息子のなんとか天皇、もう名前出てこんけど、うん、こう戦うのがもうずっと延々と流れるんだけど、うん、この戦いでの例えば戦況が変わったとか、うん、誰々が死んだ、誰々が裏切ったとかっていうのがね、うん、これね、ちゃんとほんまに大河ドラマのように歴史に基づいとる。うん。うん、だからすごくうまい。大河ドラマにしてほしいぐらいだな。いや、ほんまに俺これ大河ドラマとしていけると思うよ。うん。完全に。うん。で、その戦いの中で、古神道の妖怪たち、うん、妖怪たちっていうんかな、神様たち。うん、もう戦いよるわけよ。うん。仏教のあの神様たちと。戦いおった。うん。うん、で、負けたりする、傷ついたりする、うん。だってな、仏教の神様はめっちゃ強いけんな。うん。うん。うん、それがもう例えば勢力図と一緒よね、その政治の。うん。うん。で、もう負けて死にかけた時に、うん、火の鳥がさ、出てくるよな。うん。うん、あの人間、具現化した、うん、人間化した火の鳥が出てきて、うん、この、ちょっと先に怪我を治せる坊主がおるんじゃけど、うん、坊主天さん、天さん、うん、そこにみんな行きませんか、怪我を治せますよって、うん、妖怪たちは、うん、妖怪じゃない神々たちが、うんうん、首がピョンと切れとったり、うん、手がピョンって切れとったり、うん、いろいろ傷ついたよなみんな、うんうん、で行きたいですって言ったよな、うん、たらそれが異形変の、うん、誰だったっけ、ヤオビクニ、ヤオビクニか、ヤオビクニっていうアマさんがいるんですって言うんよ、うん、で異形変の、うん、聞いてくれたらわかると思うけど、うん、異形変のヤオビクニのところにも、うん、数々の妖怪たちが来るんよな、うんうんうん、怪我を治してくださいって言って、うん、でそこと繋がっとんよ、そうだな、うん、その異形変の時に読み寄った、なんとなく読み寄った妖怪たちや、なんか見たこともないような風貌の人たちがやってきたっていうのが、うん、実はこの時のハリマたちの戦争で傷ついた神々が、うんうんうん、実は異形変のヤオビクのところに頼っていっとったっていう繋がっとる話なわけね、うん、うわー繋がったって思ったミチル、うん、いや、そこ面白かったと思う、面白かった、びっくりした、うん、あとこの神々の戦いみたいなのが、うん、とかこの三つどもえのね、仏教、古神道、神道のこの戦いみたいなのが、うん、イメージだけで言うと、うん、物のけ姫とかもこう思わせる感じですね、そうなんじゃ、うん、物のけ姫ちょっとよく忘れた、見てる、あ、そう、うん、もういいやじゃ全然広がらんだって、うん、物のけ姫に繋がっとる、いや、繋がっとんじゃなくて、そういうの思わせん、あれも三つどもえみたいな、なんかいろんな天皇的な人が、
なんか、自己帽かなんかに頼んで。自己帽。もう全然話にならん、この人。自己帽。自己帽じゃなくて、自己中だったっけ、自己中だったっけ。自己中？うん、わからんけど、なんかなんとか様の首持ってこんかーい、みたいに言ったから。うん。やめましょう。うん。それの話しかわからんかった、見てる。うん。で、まあ、もうね、もうストーリーはもういいですよ、もう。これはな、うん、めちゃくちゃ壮大だった。うん、壮大だった。宗教戦争って、うん、漫画で見るとこんなに面白いんだと思った。うん。うん、本当にな、しょうもない。うん。ほんまにしょうもない。しょうもない。うん。こんなにしょうもないことだぞ。うん。っていうのを言ってくれてる。うん。手塚治虫が。うん。うん。ほんまにね。だからこの未来に行ったそのスグルがどうなったかっていう話も。うん。で、暴動を起こさせて、囚人全員解放させて、うん、シャドウに戻ってくる、うん。そして、火の鳥なんてものなかったです。レプリカですよって言って、うん、それをバラすの世間に、うん。で、そしたら今度光がどん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 追い詰められていく。うん、で、シャドウがこう台頭していく。世界に、うんうん。その時のサルタ、シャドウの親分のサルタが言ったセリフ覚えてます？あれはひどかったね。うん、だって今まで、うん、なんて言うんだろうな。光と影で差別されて、うん、光は地上、うん、影はシャドウは地下、うんうん、地下でまあね、閉じ込められとった、うん、太陽も見れない、うん、ゴキブリとかネズミとかを食べて、うん、で光の人はうわ不潔そんなもの食べてるんだ、うん、影の人って、うん、みたいな、うん、光の人はちょっとワンランク上みたいな、うん、人だったのに、うん、ヒロトになんていなかったんだっていうのが分かったんよな、うん、ここで。うん。そしたら、サルタは、うん、わしはここから全国民にテレビで呼びかけるよ。でも、親父さん、シャドウは解放のために戦ったんです。解放が成功した今、何を呼びかけるんですか？うん。そう。シャドウの人たちは、うん、ただ地上に出たかっただけなんよ。うん。別に、シャドウという宗教を崇めたかったわけじゃないんよ。うん。ただ、地上に出なかっただけの人たち、うんうん。君の質問は最もだなと。わしの考えを聞かせてやろう。わしはな、光に代わって新しい宗教を作り上げる。うん、その宗教はわしが作ったのだ。全人類を我々に従わせるためになと、うん。それは人間が永遠に生きることこそ究極の幸福という教えだ。これをわしはエターナル教と適当に名付けた。それを最高の喜びとする宗教だ。つまり人間が自らの英知で永遠の生命を作り出すのだ、うん、結局、宗教、その宗教で迫害されとった人が、勝ったはず、これで解放されたはずなのに、また新しい宗教を作っちゃうっていう、皮肉なのよ、ここ。うん、そうなんよな。うん、で、うん、サルタはこうやって言ったの。信じない者は片っ端から処罰すると、うんうん。このエターナリズムをテレビやビデオで徹底して PR するんだ。うん、で、政権に従わせるには信仰を利用するんだって言って、うん、光一族もそうだった。歴史上いくらでもそんな例はあるぞと、うん、言うとんよ。これがね、うん、さっきのまた、アスカ編に戻るけど、うん、の、大天の王子が言った、うんうん、我が国は火の本の国、うん、大日本帝国である、うん。そして私は天の神の子、天使なのだ。うん、この国の神は日輪、すなわち天を照らす狼である。つまりアマテラスの大神。す、う、べ、ん、ての国民はこの神を信じ尊ばねばならぬ。うん、私に背くことは、うん、天に背くことだ、うん。ここに言明する。私を神と崇めぬ者は反逆者とみなし、断罪するぞ、うん。全く同じこと言っております。そうなんよ、うん。今までは、自分たちが、うん、どっちかって言ったら迫害されとったのに、うん、自分たちが頂点を取ってしまったら、うん、こうじゃないといけん、うん、こうじゃない奴は殺せ、うん、みたいなことを言い出すんよな、うん、二人とも、うん、だから、うん、火の鳥が言ったセリフが、うん、本当だったんよ、うん、とっても愚かな話だったねっていうね、うん、どういう風に転んでも、うん、結局宗教戦争は起こるんだよって、うん、火の鳥が言っとったんよな、うんうん、これはもう、隠しきれんというか、うん、抑えきれんというか、うん。だっていつも人間ってそうするでしょ、うん、私は見てますよ、ずっとって、うんうん。
どう転んでもこうするでしょっていうのを言っとったんよ、うん、でもそれを嫌がってる人たちが、うん、結局頂点になってもそれをやってしまうよな、うん、なんじゃそれ、うん、人間ってなんな、うん、で最後にこれが最後のオチが、うん、この手塚先生の希望なんじゃないかなって思うところはあるよ、うん、このオチっていうのが、うん、そこで最後に、うん、犬神の生まれ変わりっていうのがその未来のスグルだったことがもちろんわかるん、死んだ後に、うん、で犬神にずっとくっついてきよった貴族の娘、うん、マリモっていうのは、うん、神様だけ長いこと生きれる、うん、で千年後に、うん、実はよどみっていう女の子になって、うん、このスグルの魂、犬神の魂を追いかけてきとったん実は、うん、っていうのがわかる、うん、で死後二人は魂になって、そしたら火の鳥が迎えに来る、うん、おいでみたいな、あなたたちはおいでみたいな、うん、そして二人は神の世界へと、神の世界、火の鳥の世界へと消えていくっていうオチなんよ、うん、これって何かっていうと、うん、宗教に惑わされずにただただ愛を信じた二人、うん、だからこそ次のステップに行けたのよっていう、うん、愚かな人間たち、その宗教を作ったり宗教戦争でただ遊びよったような奴らと、この二人は違う、ただただ愛を信じた二、うん、人だったっていう、俺はオチなんじゃないんかなと思っとる。そうなんだ。でもどうなんだろう、最近の人って、うん、占いも宗教も信じてない人の方が多いんじゃないかな、うん、もう多いと思うよ、うん、なんとなく、うん、いろんな情報が入ってきだして、うん、昔は、うん、やっぱ占いとか、うん、宗教とか、うん、を信じるしかなかった、うん、情報がないけん、まあね、うん、だからどうなんだろうな、最近ってどうなんだろうな、うん、でもやっぱり最近は SNS で入ってきた情報を鵜呑みにして、うん、とかも多いかもしれんな、うんうん、だから鵜呑みにしちゃいけってことなんじゃないの、何でもかんでも。まあそりゃそうでしょうな、すっげえ当たり前のことを言うたな最後、うん、そうやって手塚治虫が言ったんじゃないの、まあ、言ったんか、いやでも全部当たり前じゃん、なんかその、うん、宗教戦争だとかそんなくだらねえよ、うん、ただ目の前にいる人を愛した方がいいんじゃないっていう、うん、愛した方がいいんじゃないって言ってないよね、いいんじゃないって言ってしまったらそれが宗教になってしまうけん、うん、まあ利用するなんてことやな、まあな、うん、それを金儲けとか、うん、地位に利用するな、うん、そういう利用してるやつは全部嘘じゃぞって言おる、うんうんうん、ことなんじゃないかな。まあそういうことでしょうな、うん、うん。何かを利用して自分の地位を上げたり金儲けをしたりするのは嘘っぱちだぞ、うん、っていう話かな、うん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 、そうだね、うん、かもしれん、うんうん、まあとにかくな、うん、面白かった、うん、いやいいと思うよ、うん、そう、うん、なんか俺ねこのね、うん、最後の、うん、愛こそ全てさみたいなさオチだったわけよ、うんうん、なんか、あ、そうか、これで終わったんじゃ、火の鳥、うん、って思って、うん、まあいいかな、この終わり方でって思ったよ、うん。本当はもっとね、続ける予定はあったんだろうけど、うん、まあまあでもこれが答えでいいんじゃないかな。でも寂しくなった、見てては。うん、あ、もう火の鳥見れんのんじゃと思って、うん、新しい、うん。すごい切ない気持ちになったな。まあそうだよな、うん。で、実はこれね、この太陽編でいろいろ削除された部分があって、うん、光鏡ができた理由みたいなのも、うん、実はあれ光鏡って宇宙飛行士が作った宗教なんね、うんうん、で宇宙飛行士っていうのが宇宙に出た時に火の鳥に出会うんだって、うん、削除された部分だよ、うん、あそこまでは書いてあったんか、うん、でその火の鳥が人間にその宇宙飛行士に対して言うセリフがあって、うん、ついに人間も宇宙まで出てきましたねと、うん、じゃああなたたちにこの世界の真理を教えましょうみたいなことを言うんや、うん、でただその火の鳥は話してくれただけなんや、その世界の真理みたいなの、うん、なのにその宇宙飛行士たちはこれを宗教利用してやろうと思って、うん、火の鳥のレプリカを使って、うん、宗教を作り上げたっていう、ひどいね、うん、そういうねエピソードがね削られとるらしいよ、うん、見たかったなそういうのも、うんでもこの辺がね、アメリカのね、SF 映画とかのね、コンタクトとかね、うん、
インターステラーとかにもつながるんよ、うん、まあこれはね俺ミチルにいずれ見てもらおうと思うけどね、うん、でもう一個削除されたところが、うん、実はあのシャドウのサルタ、うん、あのアトムの育ての親のお茶の水博士の兄弟ですっていうそういう記述、そうなんじゃん、うん、っていうのもアトムのお茶の水博士の、うん、なんでわざとっぽい何が、うん、でびっくりしたの、うん、でそこをもしかしたらその今後のアトム編にくっつける予定があったんじゃないのかなって言われてるよね。壮大な話になるんじゃな、うん、なるほどね、うん、でももうそこはもう今削除されとるし、そうだじゃん、うん、なんかこの太陽編って100ページ以上、うん、作り変えられとるらしいよ。え、そうなんじゃ、うん、あ、3、4回作り変えられとるっていうの見たで、見てる、うんうんうん、なんかまあで一番の落としどころがここだったんかな、うん、でもしかしたらこのあと10年20年もし手塚先生生きとったらまたさらに書き直しとったかもしれんよね、うん、うん、それは分からんけど、そうやな、うん、まあというわけで火の鳥終わります。完結、完結せんかったけども、まあ完結しないのが火の鳥なんだろうね、うん、そうやな、うん、今も、うん、この世で生きてる人たちの中で、うん、そういう物語が続いてるよっていう話よ。まあそういう、もしかしたらそういうオチだったのか、うんうん、みんなが主人公、あなたが主人公、火の鳥は、うんうん、なるほど、うん、そういうことだと思う、うん、だからこれは一生完結せんのじゃない、うんうん、この地球が続く限り、うん、宇宙が続く限り、うん、そんな壮大な話なんよ、うん、火の鳥が言いそうじゃな、そんなセリフ、そうなの、うん、いやこれ読めてよかったわ見てる、うん、読んで本当によかったと思う、うん、これだ電子書籍だったっけ、うん、で見たけど、うん、全部見てほんまによかったし、うん、今もう全部読んで、うん、悲しいね、うん、楽しみがなくなっちゃった、うん、そうね、うん、いや他にもねまだね続けようと思ったら、うん、あのコスモゾーンなんとかなんとかっていう映画とかもあったり、うん、アニメのあと第一編だったっけかなんかの小説もあるんだけど、うん、あまり評判よろしくないのよね、うん、そうなんだ、うん、で第一編とかなんかそもそもミュージカル用に書き寄った話って書いてあったけん、うん、あのこの漫画版火の鳥の正当な続編ではないみたいな、うん、手塚先生、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。みちろんにいっぱい教えてくれた、いろんな物語を、うんうんうん、そうね、まあ俺ほんまこれ30分ぐらいで終わる予定だったけん、うん、あのこの後手塚治虫が火の鳥で描いてきた女性たちってみたいな話をしようと思ったんだけど、もう1時間ぐらいになるけん、えっか、それはまたの配信で、またなんかの、なんかの機会があればね。うん。うん、結局ね、手塚先生ね、うん、出てくるね、女の子ってね、みんな、男を甘やかすよね。甘えさせるよね。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。おはようございます。こんにちは。こんばんは。突然なのですが、YouTube のチャンネル登録。よろしくお願いいたします。いいねボタンも押してもらえたら嬉しいです。 Twitter@X もやっています。 ID はこちら、 Instagram はこちら。今年はツイキャスも始めるかもしれませんので、サポートと通知をよろしくお願いいたします。それでは皆さん、良い一日を。